ゃこんにちは。さあ豊さん、まあ、後半戦になってシーズンも、はい、まあ、いろんな若手選手を使ってきたりとかしてるチームって多いと思うんですよ。試しにとか中日ドラゴンズ、はい、まあ、ショートが京田選手が、ね、ああいう状態になってしまい、そこで出て、ああいう状態でいいですね。どういう状態なんだ。すいません、どういう状態なの。入院したら入院患者みたいなこと言うの。まあ、あの発展といえば最初あの戦う顔じゃないって言って一回2軍に行ってからまた上がってきてもなかなか今整形してるらしいよ。戦う顔に、あ戦う顔こんなになって監督戦う顔になってるでしょうか。いやいや、もうそんなこと言わなくても戦う顔になってきてるから。なるほど ね、うん、ね、そうなってきたら面白いな。これ戦う顔にしてきましたみたいな。いや君面白いね。いや君面白いって。ただ一生直せなくなっちゃうんで。いやいいじゃん、別に戦う顔が欲しいんでしょ。そうなんだ。じゃあ戦う顔にしてきてくれ。まあ、常にプライベートでも緊張感を持ってて、ね、そうだ、女性は寄ってこないかも、ね、そうですね、奥さんと離婚するかも、ね、それは大変なことになっちゃいますが、その京田選手の代わりにショートを守ることになったのが、はい、若手の土田選手です。よくやってんな。やってます、はい、本当にチャンスここだっていう時に打ったりとか、はいはい、まあ、守ってもそうですけど、はい、ファンの間では立浪さんの2世、いわゆる立浪2世は土田選手なのかなっていう声も上がってきてます、うん、豊さんはどういうふうに見てます、土田選手のこと。まあ、頑張ってんなって。いや、なんで他に何があるんだよ。そうでしょうね、頑張ってますよね。頑張ってるよ、頑張ってる。はぁ、頑張ってみたいな。いや、そうですね、まあ、守備とかってどういう風な守備、うん、まあ、ちょっと軽さもあるしね。あ、まだ、うん、まだまだこれは若さだから、うん、まあ、これは仕方ない。 もっともっと基礎練習の反復練習っていうのが必要だし、はい、それはボールの入り方一つにしてもやっぱちょっと甘いところがあるしね、うん、もう一歩足を運べばっていうようなところもあるし、これはね、なかなかね、やっぱこう地道な作業だから、一概に今の評価しろって言われても、最初出てきた時よりもやっぱ慣れもあるだろうし、はい、成長は感じられるよね、うん、うまくなってるっていう。でもまあ立浪二世、はい、俺立浪の入ってきた時開幕戦が中日だったんだよ、はい、名古屋球場行った時に立浪がノック受けてた、うん、見惚れたもんね。こいつ高校生かみたいな。そんなのあったんですか。めちゃくちゃうまかった。だから今までルーキーを見て、はい、うん、うわーっと思ったのは立浪と古田だから。あ、この2人だけだから。いいだけなんですか。立浪の守備、はい、すごいなと思ったもん。え、それは何かすごいんですか。いや、ボールの入り方からステップワーク、うん、スローイニングに行くまで、はい、無駄がない、全くなかった。こいつは高校生じゃないと思う。で、立浪さんでも高校生で入ってきてすぐにショートレギュラーだね。あ、蹴落として入ってもうすぐだったんですか。それともいなかったんですか、ショートが。いや、宇野がいたよ。あー、宇野さんか。トンチンカン、宇野くんが、ね、はい、まあ、同級生だからね、宇野さん、ね、ごめんね、宇野。もう、そしてもうすぐに、あ、まあ、セカンドに宇野をやったのかな。いや、そりゃもう宇野よりは全然立浪の方がうまかったよ。ほぼミスってなかったですか。いや、それはミスはするよ、人間だから、うん、だけど、迫力があるというか、守備に、うん、無駄がないし、うん、で、一歩目のスタート、はい、取ってから無駄のないスローイング、うん、宮本慎也が評価されてるけど、うん、ショートで、はい、立浪が肩を壊さないかったりだとかいろいろしたら立浪の右に出るショートはいなかったから。あ、そうなんですか。そのぐらいうまかったから。宮本も綺麗だよ、はい、ね、基本はしっかりしてるしさ、うん、そのバランスはいいし、うん、迫力が違う。やっぱね、守備で迫力を感じるやつってうまいよ。バッティングはどうだったんですか、プラス。それはいいよね。あ、そうだったんですか。じゃあ本当に両方だったんですね。足も速かったけどな、途中でサボったからね、あいつ。あ、そうなんですか。いや、走るのがしんどいから。あ、そうなんですね。え、でも本当走攻守揃った。そりゃもちろんあのタイプでは、うん、まあ、サイズ的には俺と一緒だよね、うん、そのタイプであれだけの守備を持ってて足が遅いってやつはいないよ。性格的には真面目だったんですか。お前、土田の話だろ。お前、立浪のことを振り下げてどうすんだろう。どこか土田選手と共通点ってあるのかな。まあ、土田選手はちょっと今面白い選手だなっていうのが湧いていて、あのな、立浪の入った時の監督って星野さんだよ。土田があの試合負けて最後のバッターで三振して手振ったってベンチ前戻ってくる。お前、星野さんが知ってみよう。お前どうなります。あれ甲子園だったろ。ホームベースからレフトのポールまで殴られてるよ。そう、
そんなに石井さんはイカれてるよ。大げさに言ってるけども、はい、必ず普通の顔では宿舎に帰ってないだろうな。一応あのベンチに戻って、あれは春コーチですかね、コーチにちょっとお説教されてたんですけども、まあ、知り合いが来てたね近いし、近江だから、だからもうしょうがないやん、これもう振られたら無視するわけにはもうね、だからね、うん、みんなそういう風に取るんだよ、うん、だけどその裏にある背景っていうのが分かってないんだよね、はい、まあ、例えば同級生だって、うん、だったらどうする、応援してくれてて先帰るねって言ってこうやって手ぐらい上げるだろう。もうね、これはね、日本の教育なんだよ。義務教育9年、はい、ね、同じベルトコンベヤーに乗った9年、うん、それが落ちたやつはなんかサイズが違うのかなみたいなちょっと人と違うとね、はい、変態扱いされて、はい、あいつは変わってるみたいな、うん、ね、そうじゃない、変人扱い、変わってるやつが面白いんだから、はい、変わってるやつじゃないと世の中変えていけないんだから、はい、ベルトコンベヤーにこうやって乗ってるやつなんか、はい、面白くもクソもないそう、まあ、ね、ベルトコンベヤーに乗ってる人もいると思う。いやいや、いると思うんだけど、でもね、そんな人間ってね、うん、やっぱ最終的にはつまんないよ、うん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 、でも土田っていうのが中日を変えていくかもわかんないよ。教育者の立場からすると、うん、負けて三振して帰ってきて手振ってたって、うん、がっくりだよね、ちょっと来いみたいな。普通はそうです、普通はそうでしょ、はい、だけどそこを一歩ひねって、うん、こいつは超面白いなって思うと、うん、観察日記を書いてもいいぐらいで、いやいや本当に土田日記みたいな、土田日記、観察日記そういう面白いやつが時代を変えていくんだって、うん、しかも度胸があるっていうふうに逆にね、逆に考える発想、度胸があるって考えると、例えばこういう注目される場面で普通はネガティブになったりするのに、あ、ここ打ったら俺ヒーローだなとか。そうだよ、そうですよね、やっぱあの変人の人って、まあ、土田が変人だって決めつけるんだよちょっと待って、いやでもいい意味で変人ですよ。いや、いい意味も悪い意味も変人は変人だからさいやだからそれを良しとするか、うん、悪とするかだよね。立浪さんどうでしょう、良しとしてくれるでしょうか。まだ観察が必要なんじゃない、本当に。それは自分の色に染めてるだけで、うん、この選手がどう育っていくかっていうのはまだ分からないわけじゃない、うん、結婚してしました、うん、私の色にとか、うん、俺の色にって、うん、余計なお世話だよね、うん、いやいや、その色なんて変わんないよ。まあそうですね、変わらないでしょ、うん、で選手だってそうだよ、うん、指揮官だとか、ね、そのチームの色にっつったって合わねえよみたいな、うん、無理やりは良くないじゃない、うん、そういう行動を制御することによって、うん、その選手の個性がなくなるっていう方が俺は嫌だな。伸び伸びできなくなってしまったり萎縮したりするってことですよね、まあ、例えば伊能がさ、うん、ジャンプして頭破裂したって、うん、破裂らしいよ、あいつ曰く破裂したんですか、うん、いや破裂ってだから血が血が出て切れてることをあいつは破裂って表現したみたいなんだけど、はい、面白いじゃない、バカみたいなことやるけど、そういう集合体だったら面白くない。そうですね、それで実力が伴ってればね、はい、土田がどういう選手なのかっていうのはまだわからないけど、うん、でも素質はあるし、はい、ショートとして今立派にやってるし、うん、バッティングも慣れてきてるし、はい、だからいいんじゃないの。でもそれはそういうものとして、まあ土屋はしょうがないなって言わせるぐらいの実力をつければいいし、うん、そうですよね。まあ俺らの感覚だと、なんで試合終わって三振して手振ってんのみたいな振り返りそうになるけど、まあ多分星野さんだったら土に埋めてるかもしれないね吹っ飛んだ次は土に埋めてるんですね、さらし首になってくるいやだけど土田の人間性がそういう面白いことであれば、うん、俺はなんか可能性をすごく感じるけどね、うん、突拍子もない数字を残したりだとかさ、まあ例えばね、はい、なんかそんな感じがするよ。やっぱプロ野球選手でもいました、そういう突拍子もないけどやっぱすごかったよねっていう意外性があるやつがたくさんいるよね、うん、あやっぱりそういう選手、そういう人、俺、まあ、俺天然なんでしょ。そうですね、本当そう思います。だから突拍子もない、いやだけどそういう自覚はなくてさ、はい、自由奔放にやってたらとんでもない数字になってたかも。でも規制されるからこう押さえつけられたかもわかんないけども、うん、土田の可能性っていうのは、はい、それはそばにいないとわからないけども、うん、変わったやつがいても俺はいいと思うよ。みんな同じじゃなくてってことです、ね、みんな同じってさ、うん、つまんないじゃない、うん、と思わない。いや私は思います。みんな同じ服着てるんだよ学校なんて、うん、つまんなくない、はい、私嫌だみたいな、うん、私は金髪がいい、うんうん、
いいじゃないか、そう、そういう思考の感性の持ち主なんだから、うん、だってなんでそれを悪く言うのかなっていう。確かにそうですよね、うん、これで土田選手がねめきめき能力発揮してゴールデングラブ賞を取って、それで確立されますね。ゴールデングラブ賞は長岡だな今年は。ちょっと、いや今年はそうですよね、まあ今年はそうですよ、まあ、将来的にはね。そうです、あ今年はやっぱ今チラッと出ましたけど、ゴールデングラブ賞はショートは長岡だと思うよ。あ長岡よく頑張った。でもそのぐらいの選手だよな、年齢的には、はい、だからいいライバルがね、うん、他球団にいるということは、はい、多分土田の感じだと意識しないな彼は彼みたいな自分は自分みたいな自分は、うん、まあでもね、今ドラゴンズはショート急募というか急募してる土田でいいじゃない。あもうじゃあ京田選手ではなくここから土田選手はやっぱり育っていくんじゃないかな。今度は京田が土田を抜いていく番だよね。だってもうレギュラーじゃないでしょ、これだけ出れないんだから。そっかで出てきたってセカンドやらされたりだとかさ、はい、でセカンドやっていきなりエラーしたりとかさ、もうかわいそうになってるじゃん、もう行き場がなくなってる、はい、立場逆転しちゃってますね。そうしていやそう考えた方が強打のためでもあるし、切磋琢磨してっていう強打が戻ってくるまでのつなぎじゃないわけだから、うんうん、だからそこら辺はもう離さないように、うん、ショートのポジションというのをね、はい、まあ、頑張ってほしいし、うん、まあ、彼にはそういう意識はないかもね。そうですね、マイペース。いやいやだって使うのは監督でしょみたいな。おい知らないよ試合負けて出れって言うなんとたら出ますけどいやわかんないけどね打てと言えば打ちますけど、うん、遅れって言ったら送ります、打てって言ったら打ちますけどみたいなマイペースで。それが何かみたいな。いやでもなんかね根性が座ってるヒーローインタビューとかすごいしてたので、うん、いいじゃん、もうすごいいいなと思いました。でも今度からはまたベンチに手振ってるのか、そこもちょっと注目してみたいななんて思っちゃいましたね、うん、みんなに手振れんの。そうですね、もう全方向にね、はい